シャノン・ブラウンは、アメリカ合衆国入りの異衆、メイウッド出身のバスケットボール選手。身長193センチメートル、体重93キログラム。ポジションは、ポイントガード、シューティングガード。ブラウンは、地元メイウッドのプロビソイースト高校に進学し、D ・ブラウンらと、チームメイトとなって、イリノイ州のミスターバスケットボール、マクダナルズ・オール・アメリカンにノミネートされる活躍を、見せた。 高校卒業後、ミシガン州立大学に進学し、ビッグマイナス10カンファレンスのセカンドマイナスチームや、オールディフェンシブチームに選出された。2006年の NBA ドラフトで、クリーブランドキャバリアーズに一巡目25位で、指名されて、NBA 入り。23試合に出場し、確かな得点力を見せたが、膝の故障によって、シーズンを棒に振ることになった。 2007年3月2日、D リーグのアルバカーキサンダーバーズに送られたが、14得点、4リバウンド6アシストを記録し、わずか1日でキャブスに召喚された。翌シーズンは15試合に出場し、2007年12月4日のニュージャージーネッツ戦では、キャリアハイとなる20得点を記録した。2008年1月11日、D リーグのリオングランデバレーバイパーズに送られ、 4試合に出場し、1月16日にダコタウィザーズ戦で記録した37得点を含む平均23.5得点を記録し、1月17日にキャバリアーズに召喚された。2月21日、3チーム間のトレードの一環としてシカゴブルズに移籍した。2008年8月6日、シャーロット・ボブ・キャッツと1年契約を結んだ。2009年2月7日、 アダム・モリソンと共に、ウラジミール・ラドマノビッチとのトレードで、ロサンゼルス・レイカーズに移籍。2009年、2010年と、NBA 連覇を経験した。2010年11月22日、R&B シンガーのモニカと結婚した。2011年、フェニックス・サンズに移籍。2013年10月25日、マーチンオータットと3人と共に、 エメカオカホーとトレードされワシントンウィザーズに放出され、その3日後解雇された。2014年1月1日、サンアントニオスパーズと10日間契約を結び、2月12日、2回目の10日間契約を得たが、その後の契約はなされなかった。2014年2月27日、ニューヨークニックスと10日間契約を結ぶ。その後シーズン終了までの契約を結んだが、 シーズン終了後解雇された。2014年8月27日、マイアミヒートと契約したが、11月24日に解雇された以降は引退状態となっていたが、2016年10月31日に行われた D リーグドラフトでグランドラピッツドライブから指名され、NBA 復帰を目指すことになった。2017年11月16日、 ミルフォーキーバックス参加のウィスコンシンハードと契約した。ありがとうございます。